うん、夢の絵って大体決まったんですよ、昔から、うん、これ一応そういう昔から俺でこういう絵が描いてありましたよっていう本があるんですよ。でそこからもらって、うん、で自分なりにアレンジして描いてあるんですけどね、うん、まあ、こういう黒い部分は描き落としっていうかな、うん、そういう感じでやってあるんだけど、うん、だそう難しいことやってません。簡単なことですけど、遊びで柄は柄はまあ全部違うから、まあ遊びっていうか、うん、ね、まあ、バランスやね、緑と、うん、緑の織部とあと絵がどんなバランスで出るかなとか、うん、ね、そんな感じで、うん、